どうも、トゥルカナビキール大ブーム、心が完全に沼のアロナナチです。どうも。いや、トゥルカナビキールめっちゃかっこよくないですか？最初に映ったトゥルカナビキールめっちゃかっこいいし、あ、これもいいななんて思っちゃいますし、まあ、カメラを撮る角度とかにも寄ってくるんですけど、いや、これもね、すごくいい表情ですね。これはね、奥行きというか趣がある顔してると思います。ねえ、いや、良くないですか？こちらいいですよね。この子ね、結構水槽の前面に泳いでくれて写真撮りやすかったですね。はい。で、今回の動画なんですけれども、まあ、トゥルカナビキール今こちらの水槽に6匹いて、まあ、1月に入った新入荷の個体とかもいるんですけども、まあ、自分がね、今トゥルカナビキールブームめっちゃ来てて、トゥルカナビキール沼なんですよ。心が本当に、心がトゥルカナビキールに囚われているといった状態です。いや、本当にね、かっこいいんです、トゥルカナビキール。まあ、なので今回の動画は、まあ、自分がね、このトゥルカナビキールが好きすぎてしまって、この水槽の前でね、カメラを回して、まあ、トゥルカナビキールについて語り合ったり、それからね、疑問に思っていたこと、トゥルカナビキールについて、なんでこんなに人気で、なんでこんなに値段が高いのか、その理由とかね、まあ、いろいろ聞いてきたので、よかったらご覧ください。みんなもトゥルカナに沼りましょう。それではレイクトゥルカナ、こちらのね、水槽、ここ水槽新しくなったんですもんね。そういえば、ね、はい、水槽新しく入って2段で、前自分が9月に来た時はなかったですが、新しいね、水槽が設置されています。あとセネガルスに入れてちょっと面白くしています。はい、ちょうどいいわ。じゃあお願いします。はい、じゃあレイクトゥルカナ、やっぱトゥルカナ、この魚かっこいいですね。と思うと本当に、セネガルスが、まあ、元気で活発なので餌食べてますけど、まあ、今もこのトゥルカナビキールが、まあ、ちょっとさっき元気つけたばっかりで、ちょっとなんていうんですか、緊張というか警戒してる感じが少しあるという感じですかね。それでちょっと餌はね、まあ、みんなセネガルスが、あ、トゥルカナセネガルスがね、います。でもね、この個体だってもうめっちゃかっこいいっていう、お、今言った。で、数がもう減りましたね。そうですね、やっぱこう人気があるので。で、この間9月に20本くらいいてからの、なんか最近6匹くらいまた入荷がありました。ありましたよね。でも先週まだ2匹売れました。先週で2匹。あ、3匹です。3匹。なので、だってもう、だから、まあ2023年で30匹くらい最ね。そうですね、でもやっぱ入ってくる個体が、はい、入ってくる個体違うから、はい、多分何匹何匹も、まあお金が高いんですけど、はい、欲しくなる人いますよね。いや、本当にめっちゃ、今俺もこのさっき水槽でもうこれ見ても欲しくてたまんないですからね、この。いや、デスロールやばデスロールやば、そういう感じなんだ、はい、いや、僕もあんまり、はい、今まで興味なかったんですよ、トゥルカナ。あ、トゥルカナ、あ、どちらかといえばタンガニカコさんってこと。いや、もうラプラディとかもう全般的に好きだったんですけど、はいはい、やっぱトゥルカナビキール高いじゃないですか。高いですね。まあ手が届かないともあったし、はい、で、やっぱあんまりよく見てなかったっていう、はい、でもやっぱ最近いい個体に出会って、うちに持って帰ったら、あ、もうやっぱもうハマっちゃう。これか、みんなが知ってることみたいな、はいはい、え、今水田さん家にトゥルカナビキール何匹いるんですか？今2匹います。今2匹いるんですね。はい、もうお金はないです。自分もね、2匹欲しくて、もうね、禁断症状が発動する感じで、もそうですね、買ってもしばらくして、ちょっともう、はい、かなりもう1匹も欲しくなりますね、はい、いや、本当ですね、なんか正直1匹じゃ落ち着かないんですよね、なんか気持ちが。1匹も買うと、もう1匹欲しくなりますよね、はい、1匹買うと、もう1匹欲しくなっちゃって、これ、アロ78欲しい候補。そうです、アロ78、買うとは言ってませんけど、アロ78欲しい候補です。これ超かっこいいとね、これかな、どうだったかな、もうすごい、もう綺麗。これメスですか？あ、オスです。オスなんですか？なんかふっくらしてる感じなんで。もう太いんです。太いんですか？これオスなんですか？いや、欲しいな。うちメスいるんで、オス欲しいなとか思っちゃったり。太いのはなかなか、オス、はい、
僕好きだったんですけど、はい、なんかこう太いのがなかなかいなかったんですけど、はい、この間持ってたのはやっぱこう、はい、太いオス、はい、みたいな感じなのは見て、やっぱそれから取る方に惹かれました。いや、かっこいいっすね。これが今前でいうのが2番目に小さいやつでしたっけ。そうです、確かに。あ、もうでもあの向こうのと多分ほぼそんなに変わんないっすね、この辺と。この辺のが3ミリぐらい、はい、ハードオフロなんで一緒、はい、一緒のサイズなんですけど、一緒のサイズですね。しかも太さが違う。はい、2匹、これが2匹ね、ほぼ一緒のサイ ズ, サイズでも太さなんとか違うんですけど、柄も違うんですけど、はい、すごくいいですよ、ね、はい。そして順位を巡ります。今ここにいるのが 1,2,3,6 匹、あれ1,2,3,4,6匹ですね。ああ、前20、前20数本、確かね、YouTube でこの間撮影した時に、22本だったんですよ。9月に撮影した時、その後に、11月でしたっけ、6本入ったの。12、あ、違う、最近ですよね。え？ちょっと前ですよ。ちょっと前ですよね。2024年でしたっけ。年末くらい。6匹入ったって聞いて、それでももう残り6本しかいないってことですね。そうです、販売魚やばいですね、売れ行きが40、まあ、まあ、50万円前後、50万円前後の魚、48万円の魚がこんなに売れるって、やっぱりトゥルカナビキールのもう魔力ですね、完全に、ね、やっぱりピリカウトもう1匹とか、はい、そうですよね、もう欲しい。だからなんかトゥルカナビキール何匹でも欲しくなっちゃいますよね。だからトゥルカナビキールばっかりしてる人、はい、はい、ね、いるで、最初はあったと思ったんですけど、なんか、はい、気持ちは分かりましたね。水谷さん的には今ではもうその気持ちがよく分かって、よく分かります、はい、そうですよね。いや、本当に、いや、めちゃくちゃ欲しい。まあ、ちなみに今うちで飼ってるトゥルカナビキール、この間のやつすげえね、今ね綺麗なんですけど、早く YouTube にアップしたいんですよ。あげてください、はい、トゥルカナビキールってやっぱ買ってても結構シューってすると、はい、あの SNS に載せるのってあんまり、確かにトゥルカナビキル自体は SNS であまり見ないという。そうですよね、はい、なのでやっぱこう綺麗に仕上がった本当に色のパッと見てたトゥルカナビキルなんかがもっと、はいね、SNS で出ればもっとこう、そうですね、良さは分かるけど、アロ78が出します。はい、うちに今もうすごくいい感じになってるんで、へえー、まあでも本当にね、まあ、やっぱいろんな、やっぱすごいマニアさん、ね、昔からマニアさんたくさんいますけど、なかなかちょっとアップしてくれないっていう、そうですね。あるので、まあ、ではね、それがやっぱマニアさん、なんかそんな感じのイメージ、個人的にはあるんで、あと、あの、今ね、水谷県庁舎の答えってどれでしたっけ？これですか？ではね、これさっき自分見たやつですかね、確か。あ、違うかな。これもね、すげえいいんですよ。多分これです。これですか。確かにめっちゃいいっす。これですか。めっちゃいいっすね。オスで太いんですよね。すげえかっこいいっすよ。で、これマジで6匹、残り6匹しかいないっていうのがもうあるなって、もうめちゃめちゃびっくりしてます、本当に。もう足は速いです。で、これ、本当に、だって輸入難しいんですもんね。なんか次はだから全然予定もないし、そうですね、確かに。私こう、あの、増えてないって感じで、はい、リスク分からない。まあ、自分が輸入したことないんで分かんないんですけども、本当に、ここ最近、トゥルカナビキールの輸入っていうのを自分は聞かないので、このワイルドモンさん以外で。なので、本当に輸入が難しいんだろうなっていうのはめっちゃ感じてます。なので、いや、本当に、ちょっとこれいなくなっちゃう可能性もありますもんね、本当に。そうです、もうこれ売れて次がなかったらもう在庫ゼロです。そう、そうですよね。で、正直あるなしめちゃくちゃ欲しいですね。ね、次はいつあるか分からない、いつあるか分からない。もうただね、やっぱり本当に仕事をよっぽど頑張らなければ買えないというね、魚なので。はいですよね。はい、まあそれはもう、ね、まあ、輸入リスクを考えれば、ね、妥当というかお安い値段なのかもしれないですけど、世間一般としては非常に高額な高級魚ですので、そこがまたいいんですけどね、本当に。どれも正直かっこいいんですよ。これだってもう
すげえ、なんか自分がさっきかっこいいなと思って話したのどれがどれだかちょっとわかんなくなっちゃったんですけど、多分、アロマランスケープ、これと、あと、これかな？こっちか。これですね。そうですね、これと、あ、あれかな、奥のかな、最初いいって言った。いや、これもね、すごくいいんですよ。これ今48万ですか、ここの。そうです。税込み48万円ってことですね。はい、そうです。いや、もう本当に、めちゃくちゃかっこいいんです。確か、あの答えは前見た気がするな、っていう、ですよね。あ、そうです。じゃあ残り5本ってまた、あれなんですかね、新しいやつですか。ではなく、それだけではないです。でも、アロさん、あ、これは前言ってた。あ、前言ったこれは。4期はもうアロさんは見てないから。はい。その4期はアロさんが見てないで。これ水谷県庁ですよね、確か。そうですね、ました。そうです。ここのね、うろこの特徴的だったんで。かっこいい。いや、すげえかっこいい。これはもう、俺も。これが水谷県庁氏の答え。はい。全部推しです。全部推し。でも本当にどれもこれもかっこいいってなっちゃうんで。はい。なっちゃうんで。見てると迷うからもう。はい。もうこれって決めたらあんまりない。はい、他の答えは。確かに。まあ、このザラリキールは取れないっていうのもあるけど、はい、結局今、国境の向きで、はい、エチオピアの領とケニアの領、原住民族が今、やり合っちゃってるから、危なくて授業ができないっていうのと、なかなか取れないっていうのが原因で、まあ、この値段があって、はい、まあ、大体他のトリプテルスとかって、まあ、1ヶ月も漁業すれば、200でも300でも、引数的には取れちゃうんですけど、フルカラは、まあ、1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月ってやっても、5、6本しか取れない。っていう意味でも、やっぱ、希少性に関しては、やっぱ、ものすごい高い、トリプテルスですね。いやー。面白いっすね。面白いっすね。今、僕、あっちのナイル川のトリプテルスの今集める作業をやってて、まあ、いわゆるナイルの、まあ、なんかこのトゥルカナビキールのあのタイプにすごい似てるのが多いんですけど、トゥルカナビキールってタイプ違いのものすごく多くて、はい、なんでこんなに同じエリアから取れるのか、こんなに個体差がなんであるんだろうなってすごく不思議なコイツですけど、だから、ナイル川に入ってるそのいるビキールビキールも多分トルカナゴに同じタイプがおるってことは多分一緒なんだな。だけど、全然関係ないタイプみたいな。うん。なんかね、突き詰めて調べてみたいよね、なんか。やっぱこう周りからこう隔たれたところで、生息してると、ブラックホールとかもそうなんですけど、やっぱこう独自の進化、考え方もそうですけど、やっぱこう独自の進化を遂げるっていうか、この過程みたいな可能性もあるし、パンガニーカとかも結局流入してくる川によってタイプが違うから、パンガニーカもこう、もうシグリットで食べるとか、まさにウォークのロケーションでタイプ違うような魚がいっぱいいるから、トリコも同じような感じなんで、トルカナコはね、ここから流れてきてるところで、これだけ個体差がある。不思議だよね。ほんと SP ナイジェリアのようですね。もう。もう、トゥルカナコで取れる、トゥルカナビキールのバリエーションがあるってことですね。そう。だからマシモのポリプなんだろうね。だから一匹一匹、コレクション性が高いです。いや、もう正直、めちゃめちゃたくさん欲しいです。めちゃくちゃたくさん欲しいトゥルカナ。2匹絶対欲しい。これ1匹、これアロ78も1匹ね、記念に憧れのポリプ1匹変えて、これで完結とは思う。ちょっとだけ思ったけど、買ったらもう次欲しくてしょうがなくて、今もう水槽を見たら、俺はもう、だってもう、これまた俺編集中に欲しくてたまんなくなっちゃうんですよね、これ。この間も。マショのポリプですね。なんか、まあ、正直、
あの、タンガニーカコンギスもめちゃくちゃかっこいいし、今見ても派手で、すんげえいいんですけど、タンガニーカコンギス、なんか、3匹とか4匹水槽に入れたら結構満足っていうか、個人的にはしちゃうんですけど、トゥルカナビキールはもうなんか、本当に欲しくて欲しくてたまらん、たまらんっていうか、さらにもっと欲しいっていう感じですね。ニガコンギスはね、すべてを持っているんですけど、すべてを、大きさも最大した、いや、めっちゃかっこいいです。はい、だし、派手だし、なんかそうですね、派手ですね。で、はい、すげえかっこいいんですけど、なんかね、トゥルカナビキュラもなんか、なんか美女的魔力があるっていうか、なんかタンガニーカコンギスが漫画で出てくる王道のかっこいいバキバキの男だとしたら、トゥルカナビキュラはなんか綺麗な、なんかもう本当にもう魔性のもう女魔女っていうか、そんなイメージが個人的にはありますね。なんかもう沼、本当のかっこいいっていうのが女を好きだよね。恋にも似た。そう、なんかね、単純に可愛いんですよ。男かっこいいなの憧れ、うん、男かっこいいなの憧れで、わーさーみたいな感じなんですけど、もうちょっとね、テルタナビキュラも後なんつうの、後腐れって、なんつうんですか、もう本当にドロドロの、もうにも似た猪木だ。もうヒルドラ、昔のヒルドラですよ、本当にもうドロドロのもう丸が。あれもこれはみんなゴールドジムですもん。すげえさっぱりしたかっこよさなんですけど、なんかヒルドラはもうマジで魔力やばいっす。もうぜひここでもう、でも本当に圧倒的に取れないか、圧倒的に取れないんですよ、やっぱり。いやいやいや、いや、これもすげえ。これですね、これ、アロ78推し、やばいです、これ。水谷店長。あ、これ水谷店長推しでしたっけ、こっち、あれ、そうです、あれ、肉先、水谷店長、あれ、いやいや、そうです。そうですか。アロさんのアロさん推し、あれ。アロさんの推し。こいつもでもいいじゃないですかね。もうみんないいじゃないですかね、結局。もうちょっとね、自分が押したのどれか分かんなくなっちゃうぐらいみんなすげえいい。だってこれだってすごいいいじゃないですか。電気つけて色が出てくるとまた雰囲気が変わっちゃう。また雰囲気変わっちゃうんですね。え、だからどれでもいい。あ、どれでもいい。でもやっぱり、水谷店長したっけさ、あれですよ、やっぱり右の。あ、でも本当に。あれ押してる方にも分かるんだ、はい、でも本当に分かんなくなっちゃう。さっき田中君とすげえ一緒にやってたけど、あれってなっちゃったんで。でもこれだけはどれもかっこいいって本当に。でこれと思ったのと違うのか、はい、これ追ってたら違う答え見たらやっぱ結局かっこよくなっちゃうんで。あーで、これもね、それはあんまり押してないか。これあれアロ78推し最初にした。そうですね、多分そうです。あ、これと、あ、でもやっぱこれもやっぱすごい。と、どうなってんの？あれ？え、違う。ダークマンバンドが切る。やっぱあれだ。うん、これ、これ一番最初に水谷店長が押してた。そうそう、これです。あれですよね。あ、そうで、あ、これ、あ、これかな、俺押してたの。これも、もうまあ、すげえ綺麗だな。まあ、これも結局、すごいかっこいいですし、これもめっちゃ推しです。はい。かわいい。めっちゃかっこいい。やっぱそうですね。綺麗ですよね。すげえいいじゃないですか、これ。これね。あ、これと、だから、どれだっけなぁ。ちょ、ほんとわかんないですけど、これかなぁ。田中くん、どれだっけ、俺最初に、なんかちょっとうっすら色出てて。あ、もうシャープなんですか。シャープ、まあ、いや、なんか、どうだっけな、でもわかんなくなっちゃったけど。まあ、さっきのと、あの、顎の反りが、はい。あ、だったら、この子っすか。間違いないよね、なんか、いろいろと。なんだろう。色はかっこいいよね。これ、オス？これは、多分、あ、オスです。オスです。あ、日本の水族
いや、すげえかっこいい。かっこいいなぁ。トゥルカナビキール、綺麗だなぁですね。かっこいいというか、綺麗、本当に。トゥルカナの肩口の盛り上がりも激しいですよ。うわーんって滑りで。なんでこんなに、なんか本当に美しい表現をしている。すごいやん。まあ、タツ年なんでね。すごい、タツ年なんで。ね、はい。手に入れてもらいたいですね。タツ年なんで、ぜひ。一家に一匹から沼りましょう。でも本当にこれ一匹買っちゃうともう終わりの始まりだ。終わらない。目標が終わったとね。トゥルカナ。すげえ。何で酔ってみたいの。完結と見せかけてね、もう。いや、本当にかっこいいっす。わぁ、ビキールとやり合ってるよ、セネガル。セネガルスと勝ったな。すごいな。セネガルスもね、ワンパク。あまあ、トゥルカナビキール、これまあ、だいたい60センチ前後。まあ、自分が買ったら65センチとか、まあ、この間見たのも結構いいサイズというか、かなりでかいサイズだと思うんですけども、なんか、その、まあ、値段がでかい分、だいたい高いじゃないですか、熱帯魚って全般的に。なので、我ら、もう、なんか、飼育者というか、マニアのその理想で、トゥルカナビキールの15センチとか20センチサイズがちょっともっと安い値段で販売されないのかなとか、すごい思うんですけど。これもう一番の課題で、はい、あのちっちゃいサイズっていうのは結局、オモ側の方に全部おるんですけど、はいはい、で、僕も何度か頼んだことあると、もうちっちゃいサイズがやっぱみんな求めてて、はい、求めやすい価格で買えるから、どうしても欲しいんだっていうふうに伝えても、はい、まあ結局はあっちのエチオピアの方になるんですけど、国がちょっと切り替わっちゃうんで、はい、エチオピアの方もオモ側の方に上がっていくには、はい、もう命がいくらあっても足りないと。はい、もういくら積まれても俺はいけないと。はい、もうそれで断られちゃうんですよ。トゥルカナビキールが、まあ、なかなか入ってこない理由っていうのが、はい、結局その民族同士のその争いで、はい、もう槍持って争ってるとかじゃなくて、今ライフル持って争ってるんで、はい、あの広告地だったりとか、はい、そういうところの場所の取り合いとかで、はい、ものすごい危険な地域になってるので、はい、それでおまけにまた別の国の民族のところに入り込んでってっていう想像するだけでもご理解いただけると思うんですけど、はい、危険なので。危険なんですね。いるにはいるはずなんですよね、はい、まあそうですよね、存在してるはずですもんね。そう、絶対にいると思います、うん、まあただ、ね、取ってこれないっていうのが現状ですけどね、はい、みんな欲しいと思うんですよ、はい、まあ、それこそね、チビサイズが5万とかでね、はい、販売とかできれば、まあものすごいいいことなんだろうけど、はい、実現できないですね。実現できないですか、うん。あれなんですか、じゃあそのトゥルカナを成長した個体がトゥルカナ湖に泳ぎに来るってことなんですか。まあ、かねとは思うんですけどね、うん、ただその現地の人に聞いてみたところ、はい、まあ、漁業をもう何年もやってるんですけど、その何年もやってる中で一番取れた、はい、一番最小サイズは大体40センチぐらいだっていう。トゥルカナ湖で取れた最小サイズは40センチ、現地の人曰く、その曰く、その今やってる曰く、そう、大体がまあ本当に60センチオーバーだったりだとか。セネガルスは山ほど取れるんですけど。それセネガルスはトゥルカナ湖でこのサイズが山ほど取れるってことなんですか。取れるですよ。へぇー。40センチ近いのも取れたりとか。はい。なのに、トゥルカナビキールの幼魚は20センチ、30センチはいないと。だってタンガニーカと一緒ですよね。結局タンガニーカの、はい、まあ今、あのちょうどね、今日も撮影してもらったこのでかいサイズっていうのは、はい、まあ繁殖シーズンで上がってきた個体を捕獲しとるんですけど、はい、まあ、もうちょっとしたらタンガニーガコって幼魚のシーズンが始まって、はい、その河口付近、上がってきて取れてたあの河口付近で、はい、まあ、ものすごい幼魚が発生するので、はい、まあ、そこで取れるんですけど、はい、トゥルカナもそうなんでしょうね。はい、この側でもその河口どっかには来るはずなんですよね、そのチビサイズがいっぱいいるような。へぇ、はい、ですが、そこは取れないと。入っていけないんですよ、ね。いるであろう川とか場所には入っていけないと。入っていけないんですよ。まあ、とにかく、なんだろう。みんながイメージしてる昔の危険なアフリカっていうイメージがそのまま残ってるのがトゥルカナ湖とかのあの人に、はい。川の方はもう武装した戦いです。結構もう本当に好戦的なので。へぇー、そうさっき言った。はい。結局まあこれ、漁業するときでも、はい、
その民族の人を雇って、はい、一緒に漁業するんですよ、はい、そこが安全だから、はい、言葉も通じるし、そう、もうそんなレベルのとこなんですよね、はい、タンザニアとかって、まあ、結局熱帯魚の文化がものすごく進んでるし、ナイジェリアもそうですけども、はい、漁業するのってめちゃくちゃ危ないっていうことはあんまないんですよ、はい、トルコの子は漁業が本当に危険で、はい、なおかつ、はい、なかなか取れないっていう、もうリスキーな状況で、はい、あっちのコンゴとかの方が現代的に進んでるからまだいいってことですね。取りやすいですね、あっちの方が。漫画、まあ、いろんなシッパーがいて、はい、まあ、シッパーがいろいろ持ってるんですけど、はい、ケニアはもうそういうシッパーとかが、シッパーという、シッパーももう向こうのいろんな輸出業者はいるんですよ、はい、あの海水魚とか輸出してる業者もおるんですけど、はい、まあ、そんな人たちに、まあ、まあ、この話す機会があったんで、はい、どう、トリカノコの魚欲しいとか言われないって聞いたら、はい、ものすごく言われるけど、はい、あんな危険なところ絶対に行かないよって言って、言ってたくらいなんで、はい、まあ、大概もケニアの業者が持ってるようなのって、ああいう、あの、なんか、廃魚、はい、廃魚とか、まあ、あと海水魚と、廃魚と、はい、それが小魚系ばっかりですね。はい、トリカノコに突っ込んでいくってのは、ね、本当にいないですよ。だから今もう現状漁業してんのも、だからそのケニアの一社だけなんですね。はい。この前田さんが関わってるところだけってことですよね。今相当もう通行付き合いよく融合関係させてもらってて、この前でも、ヤングクルーザー、はい、寄贈したりだとか、なるほど。もう結局そういう、なんだろう、RV 系じゃないと入っていけないので、はい、湖が砂漠なんでね、はい、で行くだけでも、まあ、ものすごい時間かかるし、うん、取れたら取れたで、また帰るのにも何日もかかるから、はい、まあ、途中中継地点に帰りながら帰って、はい、すごい大変なことになって、本当にそれもあって、まあ、この値段です、まあ、これがね、100匹も200匹も取れりゃ値段も下がるんですけど、はい、で取れないので、ここで1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月やってりゃ、200でも、これともおかしくないですけど、はい、取れなかったら。いやー、全然取れないですね。全然取れないですね。めちゃくちゃかっこいいです。それでいてタイプもいろいろって、はい、それでいてさっきの話だけど、魔性なので。魔性なので。今欲しくなっちゃいますよね。ですよね。いるうちに迎えてもらいたい。はい、いるうちに。と思いますね。はい。いやー、ありがとうございます。貴重な話を。さらにトゥルカナ、レイクトゥルカナビキの箔がついたと思います。いや、まあ、本当に、まあ、まあ本当にトゥルカナビキール何がすごいのって自分も思ってかっこいいからだっていう感じだけど、詳細とかね本当に分かんないことたくさんあったんで、いや、アロ78チャンネルでね本当こうやって貴重なお話聞けて本当に良かったです。本当に良かったですもん。ありがとうございます。いや、どうもないです。トゥルカナビキールのマルクがやばいです。水谷店長にもね煽られたんですけども、まんまとまた欲しくなってしまいました。撮影中の音声聞き取りづらくてすいませんでした。またリベンジでいろいろまたさらに深掘りしたり、聞いていきたいと思いますのでよろしくお願いします。トゥルカナビキール、またナイルビチャー非常に楽しみですね。また続報をお届けします。